今日から始まった名人戦7番勝負の第二局瀬戸市出身の藤井聡太八冠と一宮市出身の豊島正幸九段による愛知対決先に四勝した方がタイトル獲得で第一局は藤井八冠が勝利しています先手は豊島九段珍しい形に誘導し 藤井八冠がそれに対応する展開となっています一方注目の愛知対決の裏で名古屋の東急ホテルでは勝負飯の準備が行われていました今年はぜひ買っていいければなと思います、はい、東急ホテルが舞台となるのは伊藤匠七段の挑戦を受けている叡王戦。 3日前に行われた第2局では惜しくも敗れ1勝1敗来月2日に第3局が行われますが東急ホテルでは今後を左右する大一番のために和洋中の8品を用意しました和食はホテル内にあるナダマンが用意テムスや名古屋コーチンの親子丼など地元らしいメニューをそろえました 中華は南国主家の定番メニューを人気の海鮮あんかけ焼きそばのほか黒酢酢豚とシューマイのセットを用意ちなみにパイナップルに酢豚というのはこの店が発祥なんだとかそして毎年進化を続ける洋食ではレストランの定番メニューを詰め込んだお弁当や。 石川県の復興の思いを込めた能登豚を使ったソテーも名物の名古屋コーチン入りスパイシーカレーは特におすすめ今回はですね、えー、名古屋コーチンのスパイシー焼きカレー、えー、あのスパイシーカレーは食べていただいたことがあるんですが、えー、そちらをですね今回はグラタンっぽく焼き上げて仕上げてますので、えー、そちらもちょっと楽しみにしてもらえればいいかなと。 名人戦叡王戦と厳しい勝負が続く藤井八冠地元の勝負メシが力になりそうです